こんにちは、レトスの大野です。1月8日の3問に入ります。 A が B の C に対する債権を差し押さえた後、 C が B に対して同種の債権を取得した場合、 C は A に対して相殺を主張できる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×ですね。差し押さえ後に反対債権を取得した場合、反対債権を取得した者は差し押さえ権者に相殺を主張することができません。したがって C は相殺を主張することができるという記述は誤りなんですね。債権者 A がいて、債権者 A が B が有する債権を差し押さえましたと。で、差し押さえた後に C さんが B に対する反対債権を取得したということなんですね。その場合 C さんとしてはこの債権を相殺して消滅させたいと思うんですけども、この債権も先に A さんに差し押さえられてしまっているので相殺もできませんよという話です。で、この問題なんですけども、問題文を理解するってことがすごく重要なんですね。この問題文です。ルールよりも問題文の理解が最優先、もうずっとこれは前から言ってますよね。問題文の理解が一番重要だということをお伝えしていると思います。なので、個別指導では、この問題文の理解について、合わせて解説しておりますので、個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガから問題文どうやって理解するのか、こちらをご確認いただければと思います。で、まだ、問題文理解できていないっていう方は、もうそろそろですね、問題文の理解っていうものを、実践していかないと試験に間に合わないです。試験直前にね、問題文の理解の仕方が分かっても、そっから問題文の理解の仕方を習得していくってところまで持ってかないといけないわけですよ。で、習得して、復習して、問題量を増やして、やっと実力って上がるので、直前に問題文理解できたところで、そこから勉強量って増やすことって難しいですよね。今であればまだ1月なので、十分問題量を増やすことできます。なので、そろそろ本気をちょっと出してですね、やるべきことをやっていくってことをやっていかないと、もう10月、11月とかであればね、まだ、時間があるので試行錯誤しながらっていうことはできるんですけども、もうちょっと、もう試験まで約10ヶ月ぐらいしかないわけですよね。なので、そうなってくると、そろそろ本気で理解学習、始めていかないと間に合いませんので、まだ問題文の理解できていない方は、ぜひ個別指導ご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に、URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。で、問いにですね、建物の貸借の媒介において、当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、貸主がその内容を書面で説明した時でも、媒介業者は定期建物賃貸借である旨を借主に重要事項として説明しなければならない、丸か×かという問題です。答えは、丸ですね。重要事項として説明しなければなりません。たとえ貸主が説明したとしても、重要事項説明っていうのは媒介業者の責務なんですね。なので、重要事項説明としてちゃんと借主に説明しなければなりませんということです。で、ちなみに定期建物賃貸借っていうのは更新がない賃貸借契約です。契約期間が終わってしまって、更新しようと思っても借主は更新できないんですね。っていうことは借主にとってはこれ重要なことですよね。なので重要事項として説明しなければならないというルールになっているわけです。これは定期建物賃貸借が更新がないことをイメージできれば答えは導けます。関連付けて頭に入れておきましょう。その方が忘れにくくなります。で、途中なんですけれども、ぜひグッドボタン押していただければと思います。グッドボタン押していただければ励みになりますんでよろしくお願いいたします。で、問い3ですね。土地の占有者または所有者は、知事が委任したものが、宅地造成工事規制区域の指定のために、当該土地に立ち入って測量または調査を行う場合、正当な理由がない限り立ち入りを拒み、または妨げてはならない、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。知事は、宅地造成工事規制区域の指定のために、測量、または調査、これの必要がある場合、他人の土地に立ち入ることができるんですね。これは災害の可能性があるかどうかを調査するものです。もちろん役所の人は立ち入ることができます。しかしこの場合、立ち入ろうとする日の3日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければなりません。そして土地の占有者、所有者っていうのは正当な理由がない限りこの立ち入りを拒んだり妨げてはいけません。よって正しいということですね。
今日は問1ですね。ちゃんと理解学習をやっておけば解ける問題だと思います。問題文の理解、一番重要なことなんで、問題文の理解に焦点を当てながら勉強を進めていきましょう。問題文の理解できてない方は、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。レドスの小野でした。